めっちゃ嫌そうじゃん。これマジ試合の前みたいなもん。試合の前とかね、試合の前とか楽で全然。そのぐらいの優越感だ。試合の前はきつい。しかもなんかさ、いつもやってるトレーニングのルーティンだからいいんだけど、だいぶ休んだ後のこれはマジ地獄です。5週間、6週間ぐらい。そうだね、1ヶ月半か。1ヶ月半か。1ヶ月半ぶり。よし、行きますか。おお、頑張れ。いいですか。地獄行きの、はい、ボタンを押してしまった。地獄でした。はい、スタート。おお、早い。おお、早い。やっぱ気持ち悪い。これ130切らないようにできるんですか。いけるいける、いけるいける、絶対いけるわ。はい、ゴー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 、もっと上げて上げて上げて、そうそうそう、いやー、ゴー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 、いいよいいよ、あと10秒最後キープして、はい、ラスト5秒、はい、オッケー。おお、すごいすごい。斉藤君とはちょっとレベルが違いましたね。違いますね。いいね、すげえ。ちゃんとありがとうございます。じゃあ1分後ね。早すぎなのよね、1分。はい、まだこっちも残ってるからね。全部やったんですね。僕もやるんですか、これ。そりゃそうでしょ。斉藤くん、そのとこ座ってるけど、これやらんといかんからね。どうしたどうした。斉藤くん、座ってもいいよ、そこに。別にいいんだけど、その、これ待ってるよって。はい、じゃあ絶対できないと思います。始まる始まる。おとなし10秒。やばいやばいやばい、ゴー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 、めっちゃ押してるめっちゃ押してるめっちゃ押してる、キープしてキープして、やばい、はい、ゴー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 、はい、5分待って、はい、もう一回、あと10秒、5秒、そう、はい、オッケー。やばい、マジでやった。落ちまくってるな。全然斉藤君に負けるかもしれない。斉藤君には勝ってる。これ1回ぐらいにしといた方がいいな。これ1回とこれ1回ぐらいにしとかないと、この後僕の撮影あるんで、そっちでグロッキーになられても困るんで。なんか何も頭回ってなくて何も答えんねん。その状態になっても困るんで。いや、もうすでに当てるじゃない。喋れてすらないじゃん。もう喋れない。顔がホンダスイミングスクールみたいになってるけど。ちょっとさ、マジで万全の時にやりたかった俺。こんなものと思われたくない。でも、みぐりさんもそれは条件が一緒ですから。マジで泣きそう。本当にやばい。はい、5秒前。はい、スタート。やばい、やばい。ゴー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 。おー。いや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 。はい、ラスト回せ。ここから。いやいや。踏ん張って踏ん張って。10秒。すごいな、でも最初がもうマックスで180超えてる。落ちてますよね、斉藤君。こうやってすぐ止まらない。これが体力を出した人の結果。なるほど。斉藤君、1分や2分経ってからね、あ、足がなんて言い始めた。本当に演技なんですか。いや、演技じゃないんです。死んでるやん、マジで。すげえ。これが写真撮ってます。よーし、じゃあ俺もやろうっと。久々だな。試合ぶり初めてですね。そうだよね。ちょっとさ、俺が薬を待ってよ。なんで？ヤムちゃんみたいな感じになってる。こうやってうってなってる時のヤムちゃん。吐きそう。吐いてきなよ。
さてくん、水じゃない。水、水どれだ。あ、水これかな。よし。痩せたなんか。こけてる。こけてる。ほら、ほんとにこけてる。冗談じゃなくて。あ、三月。ミクルさんが倒れてる。帝王も倒れてます。エンペラーも倒れてますよ。倒れてますね。体力的にはいけるんだけどね。足が、あれです。すげえ。おー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 、なるほど。持ってる斉藤くんもきついよ、これ。きつい。じゃ、太ももがやばい。それも早く。斉藤くんがバレてきております。これは何セットやんの？これは1本でいい。ああ、斉藤くんもう限界ですね。次はウサギ跳びですね。ウサギ跳び、これね、座ってどうする？一段ずつ？あ、ジャンピングスクワットみたいな。えぐ。これ真ん中まで行きます。はい。よし。斉藤君やっていいぞ。これは。まずはこれは太ももですか？太もも、これもう一本。もう一本。すごいね。でも本当にあれなんだね、自分で自分を追い込むことができるじゃないと、これ無理だな。そうだよ、格闘家はね、自分に厳しい人じゃないと強くなれない。でしょうな。誘惑に勝てないとね、絶対強くなれないから。これいつも一人でやってるわけでしょ？そう。綺麗な。一緒にそのジムの会員さんも一緒にやってくれる時あったりするんだけど、ね、でもあれだよ、あの試合にね、負ける辛さよりもね、全然この練習で辛い方が楽だから。本当マジで。かっこよ。苦しい思いして勝てるならそっちの方がいいでしょ。まあ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 、よし。本当は縄跳びをする。だけど縄跳びはいつもここから家まで走って帰って家の前でやるから、うん、まあ、そこはちょっと打ちたいけど、まあ、これを練習の合間に入れてる感じ。練習の合間、すげえな。疲れちゃうやん、休憩中に。間開けてね、時間開けて、うん、2ブレンとか3ブレンにして。サメどんな感じしようね。ね、うん、何でもいいよ。あ、じゃあちょっとこっちで脱ぎますか。バキバキな体を見せますか。うん、すげえ。マジバキやん、バキ。だいぶ。すごい。腰ちょっと黒くなったっすか。サムネ。サムネ、おお、かっこいい。ちょっと背中皆さん見てくださいよ、このもう。さっきも触れましたけど、傷だらけ。マジでバキだな。腕やば、黒っ。やばくないこれ。やばいね。仕上がり一番いいんだね、マジで。すごいね、なんか上半身でかくなった、そのなんか昔より。3週間前でこれ相当いいですね。減量食とトレーニング変えたらこんだけ変わるから。もともとバキバキだからちょっと分かりづらいかもしれない、うん、まあ、それでも分かるんじゃない。上半身とかなんだろう、何この胸より上っていうの、なんかでかくなったね。まあ、じゃあ帰ってこのままなんかその食事取るから、その変えた食事をちょっと紹介します。